はい、こんにちは、マイケル太郎です。皆さん、駿台通ってる人いますか？まあ、河合塾とか東進とか他の予備校通われてる人もいると思うんですけれども、まあ、駿台の講師陣ちょっと気になる人も多いと思います。僕自身、現役時代、一郎時代って、駿台に通っていたんですけど、そこで、いろんな先生方にお世話になりました。駿台にはですね、本当にいい先生たくさんいますので、今回はですね、僕が受けた、授業として受けた先生の中でいい先生だったなっていう先生を3人紹介していきたいと思います。今日挙げる3人の先生は、3人とも授業を受けただけではなくて、講師室でかなりお話しさせてもらった先生であるので、より、ですね、詳しい内容がお話しできるんではないかなと思っております。ぜひ、駿台通われている方、講習通いたいなとか、講習だけに利用したいなと思っている方、ぜひぜひ参考にしてみてください。それでは行きましょう。1人目は池谷聡先生、数学の先生ですね。有名どころであるとこちらですね、世界一わかりやすい兄弟理系数学だったりとか、世界一わかりやすい兄弟文系数学、あと世界一わかりやすい反対理系数学など書かれている先生で、もちろん YouTube チャンネルでも、紹介させてもらってる、これですね、紹介させてもらってる、で結構皆さんから反響のあるわかりやすいって声があるですね、参考情報を書かれた先生です。予備校の数学の先生っていうと、結構数学めっちゃできる人たちに、某有名な米なんちゃら先生とか、吉なんちゃら先生っていう先生、そんなにも、もうゴッドと呼ばれているような先生方いらっしゃるんですけれども、まあ、数学めちゃめちゃできる人とか、数学結構得意な人には非常にわかりやすい解説してくれてますし、僕も、ですね、浪人時代授業で受けたことあるんですけれども、確かにわかりやすいではありますが、この問題が残るんですよね。いや、なんでそんな発想をお主思い浮かぶねんみたいになって、めっちゃ思ってると思うんですよ。そら、フォーカスだったりね、まあ、表問だったりとか、基礎問だったりとか、そのレベルの、まあ、問題っていうのは解放暗記しとかないとダメなんで、それを覚えてなかったらですね、僕が悪いですよと思うんですけども、ちょっとそれが抜けたですね、次の段階のレベルのさ、問題ってどうやって解くねんってすごい疑問に思ってる人多いと思うんですよ。で、僕も思ってたんですよね。で、これ直接池谷先生に僕質問行ったんですよね。質問行ってどうやって解けるんですかっていうので、このフォーカスとか質問とか表問に載っているような、まあ、いわゆる覚えとかないといけない問題ではなく、その次のレベルの問題を解くのには、理解、計画、実行が大事だっていうふうにですね、教えていただいて、今僕が Y 思考の方だとか言って紹介しているですね、数学力は三変数関数というお話、これ見たことない人だったら本当に見てほしいんですけれども、こちらのですね、源流となる考えを僕に教えていただいた先生になります。結構どの先生もなんでこの発想を浮かぶんですかとか、僕結構講師室行きまくるタイプだったんで聞いてたんですけれども、まあこれ覚えとくしかないよとか、これ知らなかった覚えとくしかないねっていう結論が結局多かったんですけども、木谷先生はですね、まず問題文をこういう風に分解して、で今自分の手持ちのストックの手法としてこういうのがあるよねとか、 Y 的な話ですね、整数だったらこの三方針で解くよとか教えてくれて、でこの持っているものから当てはめていけば思いつくんではなく自然に確実に発想ができるよね、またこの突飛な発想、この問題とかだったら突飛な発想すぎるからこれは別に解けんでいいよとかを教えてくれた先生で、非常にですね、僕そこまで数学がですねめちゃめちゃ得意っていうわけではなくて、毎回ですねこれ覚えとかなあかんのかな、いやでもこれなんか頭いい人は思いつくっていうしなってモヤモヤしたんですね。その悩みを解決してくれた先生で、非常に親身に相談にも乗ってくれた先生で、ぜひですね、寸大で受けている人はぜひ相談に行ってみると結構親身に相談に乗ってくれる先生ですし、講習とかで興味ある人は一回ですね受けてみるのもいいですし、京大とか阪大志望の人、それ以外の人でもですね、この同ランクぐらいの大学を志望する人はこの黄色本はめちゃめちゃおすすめなので、ぜひ一回やってみてください。どんな本か興味ある人はこちらの動画でですねご紹介もさせていただいているので、ぜひ見てみてください。次は、現代文ですね、中野よしき先生です。こちら関西のですね現代文化では非常に有名な先生で、僕めちゃめちゃ国語現役時代苦手だったんですよ。まあ学校でも一応解き方とか教えてもらったんですけど、それなんか全然しっくりこなくて、全然使いこなせなくて、そんなに現役時代成績いいわけじゃなかった、現役時センターめっちゃ悪かったんですよ国語で。どうやったらいいだろうと思っていた時にこの先生に出会いまして、中野先生は客観的速読法という読み方と論理的回答法という解き方を教えてくれて、読み方と解き方を一つ一つちゃんと理解して覚えて使いこなせるようになれば、国語現代文っていうのは誰でも再現性を持って高得点を取ることができるということを教えていただいて、本当現代文が苦手な人でも誰でも解けるようにしてくれます。本当に僕解き方とか読み方っていうのは非常に曖昧で、そんな何も身につけずにやっていたんですが、この客観的速読法と論理的回答法をベースに現代文の復習っていうのは、まあ、数学的ですよね、本当公式を使って解いていくので、その公式をもとに公式の運用の練習をですね日々やっていく、授業の復習をやっていく、まあ、数学の解放暗記ですね、問題を理解して、そして解放が再現できるか、そのこれも国語も一緒です、問題の解き方を理解して解放が再現できるかっていうのをひたすらやることによってセンター試験本番では合計で9割超えることができました。この読解法を本当にマスターするのがですね非常に難しいんですよね、結構難しいんですよ。なのである程度特に語彙力があるっていう人がいると、中野先生は非常に、おすすめかなと思います。結構中野先生
難しすぎるっていう人はちょっと語彙力があまりない人が多かったりとかするので、国語がもうめちゃめちゃ苦手だって人は中野先生よりかは関西だったら池上先生とかですね、本だったら柳生先生とかの本を参考にされるといいかなと思います。中野先生質問ですが、講師室に行くとですね、海軍大将なのかっていう感じでこのゴゴ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 ってすごい覇気が伝わってきてですね、かなり結構質問行くの怖かったんですけど、まあもう講師室行きまくってたんで全然慣れててですね、普通に行ってみるとすごい喋っていると、池谷先生、先ほど紹介した池谷先生とかは結構関西のノリでですね、結構話しやすい先生なんですけど、すごいもうザ・知性みたいな話し方をされてですね、まあ、こちらも結構緊張しながら質問対応できたんですけど、非常に丁寧にはですね対応してくれる先生でありますので、きちっとですね、でも準備はきちっとやっていきましょう。準備はきちっとして質問すればきちっと返してくれる先生ですので、覇王色の覇気を感じますが、まあ、その覇気に負けずにですね質問を行くとそれ以上のものが得られるかなと思いますので、ぜひ質問行ってみてください。3人目は物理の先生で、しかも関西限定で、かつですね参考書出されない先生なので、あんまり知る人ですねいないかもしれません。絶対考えてる人は、ね、ご存知だと思いますけど、古代区春彦先生ですね。この先生関西では結構有名で、僕が寸大の中で、まあ、英語のもう一人先生とこの二人ですね、特に現役時代に古代区先生はお世話になりました。これ物理めちゃめちゃできるようになったんですね。まあ、僕古代区先生の記憶は、まあ、授業もそう受けてたんですけども、質問本当に聞きまくらせていただいた先生なので、質問対応のところがすごい記憶に残ってるんですけど、本当物理って理解が大事だって言われるじゃないですか。でも問題集といてもなかなか理解できないじゃないですか。なので僕分からないこととか、この古代先生授業でよくこういうの考えてみみたいな感じで残していかれる先生なんで、それをね授業で次の時間に解説するというよりかはもう放置して、で質問に行くとその授業で振ってくれた質問に対して、まあ、答えを持って質問に行ってディスカッションする、結構深い内容の議論が多かったので、なんかその問題集に載ってるの問題というよりかはすごいエネルギーとは何ぞやだとか力とは何ぞやみたいなすごい広いテーマの問いが多かったんですけど、それを持っていって自分なりの議論をですね、こういう方向こうでって説明していくと、いろんな指摘をもらったりとかフィードバックをもらったりして、本当に物理の理解っていう部分を徹底的に伸ばしていただいたなと思います。まだこの先生の面白いところは口がちょっと悪いんですね。それの教務に結構怒られたりとかしてるんですけども、でだとかだとか、こういうですね、まあ、YouTube で P が入るような言葉をバンバン言っていく先生で、質問対応の時はあんまりにもヘマをしない限りは言われないんですけども、まあ、結構質問対応の時も結構ガンガン指摘されるので、強い言葉で指摘されるので、そういうメンタルはやられますが、これと戦ってですね質問行きまくって怖いんですよ。なんで結構準備していくんですよ、質問するに。もう今回こそは叩かれないように。でも叩かれるんですよ、だって受験生って完璧じゃないから。で叩かれてしばかれて、あまた反省して、また修正して、また叩かれてしばかれてを繰り返すとですね、まあ、だいたい怒られないもしてくるので、別にそんなに何とも思わなくなって、メンタルも全然問題なくなって、でもきちっと指摘をしてくれるので、予備校の先生ってよくも悪くも一対多なんで、そこまで厳しく指摘してもらうことってできないんですけども、この先生は本当に生徒のことを思ってかなり厳しく言ってくれるので、めげじとですね頑張ってやると本当に物理の力がつきます。ですので特に古代先生授業を持ってもらってる人たちはですね、もう本当に質問行きまくってください。結構授業でこれどうも考えときやっていうこと多いと思うんですね。それもう考えてガンガン持っていきましょう。あとですね、僕がよくやってたのは物理でですね、講義用の問題、物理ってなんか設定があるじゃないですか。その現象の設定に摩擦力入れてみたりとか、風吹かしてみたりとか、なんか物体追加してみたりとかして、三物体運動とかにしてみて、いろんな現象を変えて自分で議論して、物理のわーって問題があるわけじゃないんですけども、こうなったらどうなるだろうっていうのを、まあ、物理って要はグラフとか数式的な運動を記述する学問ですから、そうやってガーって記述して、これちょっとこうやってやってみたんですけど、適当な問題改良してこうやってみたんですけどどうですか、こういう方向こうなってって説明して、あ OK やってるよとか、そうやったらこういうのやってみとか、いろいろ教えてくれて、本当に質問行けば行くほど、講義室に行けば行くほど、本当にあなたの物理の実力めっちゃ伸びます。そういう先生ならぜひ行ってください。ですが毎回行くたびに少しちょっとライフポイントがトゥルルルって減るので、それだけは覚悟して行くようにしてみてください。ちなみにですね、これ大学の同期から聞いた話なんですけど、女の子には優しいらしいです。今回は僕が受けてよかったなと思った、そして講師室に行って質問して質問でお話しさせてもらって、もう非常にありがたい、お世話になったなという先生ベスト3を発表させていただきました。本当にですね、もう今回の動画で伝えたのは講師室行きまくってください。結局予備校の授業を受けてるだけだったら、もう参考書読んでるのも映像授業も変わんないんですよね。一番のメリットはこういう黄色本ですね、こういう超わかりやすい本を書いてる池谷先生だったりとか、中野先生だったり古代先生だったりとか、各科目のトップの講師陣って本当に時間単価の価値がすごい高いんですよ。そういう先生にですね質問行くと1対1でいろいろ教えてもらえるんですよ。めちゃめちゃ貴重な機会だし、それができるのが予備校に行く意味だから、本当にぜひですね講師室怖がって行ってください。もう10回行ったら僕古代先生にボロカス言われましたけど、ボロカス言われましたよ。まあほんまにボロカス言われるような質問してたからなんですけど、ボロカス言われましたよ。発見電気が全然わからなくて、この問題わかりませんみたいなクソみたいな
たいな質問ですね。向こうからしたらこの問題わかりませんって何でボケと思ったと思いますが、まあそう言われましたけど、言ってどんどん質問の仕方とかも勉強できましたし、学問のですね、学問ってどうやって勉強していくべきなのかとかですね、受験計画ってどうやって立てるべきなのかとか、受験って何なのかとか、そういうすごい深いこともいろいろ教えていただきました。ぜひ予備校で友達いっぱい作らないとちょっと不安だなと思う人は、僕おすすめはですね、講師の先生に、まあ友達といったあれなんですけど、仲のいい講師の先生を増やすっていう方向に行った方が、まあ同期の友達何かいた方がいいと思いますけど、まあそれは5人6人にしといて、結局友達増えすぎるとリスクが大きくなってくるので、邪魔されたりだとか、その一人がやんだら自分もやんだりとか、結構リスクが大きいので、講師の先生に顔見知りをいっぱい増やしておくと、すごい精神安定剤にもなりますし、メンタルがちょっとしんどくなった時も助けてくれますので、そういう作戦ちょっと取ってみたらいいと思います。コミュニケーション力大事ですよ。ぜひ講師室行きまくってください。寸大通ってる方、そして他の予備校通ってる方、講師室利用しまくってみてください。このチャンネルでは受験勉強全般に関することを論理的に解説するということをやらせていただいております。また僕たちはシェアリングナレッジという教育サービスを運営させていただいております。論理的な勉強計画を作ってほしい、より深い具体的なロジックを各教科動画で見てみたい、そのような方は、コメント欄または、概要欄の方から1週間無料体験ご参加ください。これからも皆さんの勉強をなんとなくの勉強から全てに意味がある論理的な勉強に変えていけるような動画を配信させていただきたいと思っております。よろしければぜひ高評価とチャンネル登録の方していただければ幸いです。またコメントに関することなんですけれども、僕が返させていただいたコメントにさらに返信をされても一覧で確認するという機能がないので、僕側で確認することが全てできなくなって、返せる人と返せない人っていうのが出てきてしまうと不公平が生じてしまう場合があるので、僕がいただいたコメントに返信させていただいて、さらにそれに返信いただきましても基本的に返せないということになってしまいますので、そういう場合はですね、また疑問があるという場合はさらに新しいところですね、何でもいいのでコメントいただければ、そちらにまたもう一回返させていただくことが可能なので、再度新たな動画にですね、またコメントをいただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。明日の夢サポムービーズは、明日模試はやばい。悪かったら小遣い減給やしな。前の模試はそもそも寝ぶっちしていかれへんかったしな。そろそろ成績出そうやばいねんな。もう前日なんですけど、何かいい勉強法ないっすか？お楽しみ。